皆さん、はじめまして。新人アニメーター寮寮生の涼子です。2019年の4月からアニメーターとして働いています。アニメーターになって1年と少しが経って、アニメーターの仕事や生活の様子、それから私たちが暮らしているアニメーター寮について、より多くの方に知ってもらいたいと考えて、動画を投稿することにしました。アニメやアニメーターに関するいろんなお話をしていく予定なので、たくさんの人に聞いてもらえたらと思います。今回は最初の動画なので、私の自己紹介と新人アニメーター寮ってそもそも何なのかということを簡単に紹介していきたいと思っています。ぜひ最後までご覧ください。涼子と言います。まだまだ新人ですが、アニメーターの仕事をしています。新人アニメーター寮には2019年の3月からお世話になっています。出身は埼玉県です。小さい頃から絵を描くことが好きで、いつからか自然とアニメーターを目指していました。好きなアニメはストレンジャーやナルト、八犬伝などなどたくさんあって、とても語りきれないので、近いうちに私が影響を受けたアニメを皆さんに紹介する動画も作りたいです。アニメーター寮に住むことを決めたのは、アニメーターになる少し前、東京のアニメ制作会社に入社が決まったことがきっかけでした。入社が決まったこと自体はもちろんとても嬉しかったのですが、埼玉の私の実家から東京の会社まではかなりの距離があり、毎日の通勤を考えると東京で一人暮らしをする必要があったのです。東京は物価も家賃も高いということは知っていたので、低賃金で有名な新人アニメーターのお給料で果たして暮らしていけるんだろうか、と途方に暮れてしまっていました。新人アニメーター寮のことを知ったのはそんな時でした。新人アニメーター限定で都心で格安で部屋を借りれると聞いて、ここに入寮できれば一人暮らしも無理ではなくなると思い、急いで入寮を決めました。新人アニメーター寮とは、低賃金で生活に苦しんでいる新人アニメーター向けの寮施設です。 NPO 法人であるアニメーター支援機構さんが運営のサポートをしてくださっています。家賃は水道光熱費と Wi-Fi も込みで、なんと月3万円。私は入寮の際にアニメーター支援機構さん主催の新人アニメーター大賞というコンテストに応募して、そこで佳作をいただいていたので、副賞として月1万5000円でお部屋を借りることができました。寮の運営費のほとんどはアニメーター支援機構さんの活動を支援してくださっている支援者様たちからの寄付やクラウドファンディングによって賄われています。いつも活動を応援してくださっている皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。まだまだ新米の私ですが、少しずつ大きな作品や有名なタイトルのアニメにも関わらせていただけることも増えてきました。しかし、やっぱりベテランの方と比べると、丁寧に書こうとするあまり、1枚書き上げるのに何倍も時間がかかってしまったり、なんとか書き上げても修正をたくさんもらってしまうなんてこともしばしば。短い時間でもっとたくさん書けるようになって、もっともっとたくさんのアニメに参加したいというのが今の目標です。そのために仕事や練習を通して日々自分の技術や知識を高めることを意識して頑張っています。これからの動画ではアニメやアニメを作る仕事に興味がある人たちが楽しめるようなお話をたくさんしていきたいと思っています。これからどうぞよろしくお願いします。アニメーターの仕事やアニメーター寮について聞きたいことがあったら、コメントで質問していただけると嬉しいです。最後まで見てくださってありがとうございました。新人アニメーター寮の運営費のほとんどは寄付で賄われています。クラウドファンディングについては動画概要欄のリンクから詳細を確認できます。ぜひご覧ください。また動画を見ていただくだけでも支援になります。これから投稿していく動画もぜひよろしくお願いいたします。